さあ東亜学園なんですけれども、先発ピッチャーは背番号19をつけました長島元気です。ワンアウト二塁一塁、4番です。2試合で1安打、詰まりました。セカンド後方内野フライ、インフィールドフライが選択されています。空振り三振、長島元気踏ん張りました。初回二塁一塁のピンチ、よく踏ん張りました。3番バッター松本隼人、3試合でヒット5本放っているバッターです。ピッチャー返し、二遊間、セカンドの横抜けていきます。一塁ランナー二塁回って三塁へ行く、センターからノーバウンド送球、三塁はタッチできない。そしてバッターランナーも二塁へ。4番の鈴木幸太郎、3打点、内野前に来ました。大きな当たりです。レフトこちらを向いて掴む、三塁ランナーはタッチアップでホームに帰ってきました。東亜学園がチャンスをしっかりものにしまして先制点。東亜学園2回の攻撃、ワンボールワンストライク。ファースト上ライト線落ちました。フェア、ライトが今ボールを掴みます。二塁ランナー三塁回ってホームに帰ってきた。ホームへは送球されません。東亜学園2回の裏にも1点追加、2対0。東亜学園2番キャプテンの竹松ケイト、はい、いただいてますから点数ね。詰まった、左中間センターワンバウンド打ちます。ヒット、二塁ランナー三塁回ってこの回2点目のホームイン。なおも二塁一塁、松本隼人初球打ちました。センター下がっていく、春風上越えていく。まずランナー1人目帰ってきた。一塁ランナーも二塁三塁回ってホームに帰ってくる。打ったバッター三塁へ行く、飛び出してしまった。これはタッチアウトになりました。しかしさらに2点を追加。4回の裏アウトすべて三振で取りました。ショート頭上を越えていきます。山口大輝、ツーアウトランナーなくなります。叩きつけたショートバウンド、すくった一塁の送球間に合うか、セーフ、ね、ツーアウトです。はい、ワンボールツーストライク。一二塁間抜けていきます。ライトへのヒット、二塁ランナー三塁がホームに帰ってくる。タッチはできない。バッターランナーも二塁へ行きました。でバッテリーしてますよ。はい、セカンドへの打球、これもセンターへ抜けていきます。二塁ランナー三塁回ってホームに帰ってきました。4番鈴木幸太郎も続いていきました。記録ヒットです。2桁ヒットが10本、この試合も行きました東亜学園。ワンボールツーストライク、ツーアウト二塁。ライトの八田がカバーしてバッターランナー二塁回って三塁へ行きます。さらに1点を追加しました東亜学園。6番の藤沢光、バッティングカウント、強い打球センター返し、6連打、止まらない東亜学園の打線、9対0。打撃力もある大森学園なんですが、まだヒットがありません。ランナーはね、四死球でもらってはいたんですけどね、繋がんなかったですね、手筋ね。ちょこんと当てたセンターの前、どうだ落ちるか、いやランニングキャッチ。今日まあ温存なのか、それともまあ戦略的なところなのか、当たりが出てほしいというところです。詰まった打球、ショートは掴みます。ダイレクトで掴みました。竹松ケイト掴んでいます。5回の表、大森学園無得点に終わっています。大学園が9対0とリード、待ってますよね。はい、これのフォアボールですから。2番竹松ケイト、今日はセンターへのヒット、これがタイムリー。3打席目はショートへの内野安打。ライトへ詰まった打球です。張った飛び込んで越えて抜けていきました。一塁ランナーが二塁三塁回ってこれで10点目、コールドのホームイン。東亜学園と大森学園、5回コールドゲームが成立。昨年の夏ベスト4に残った両チーム、
大森学園の力を考えれば、まあ、まさかというような展開とも言えるかもしれません。いやしかし東学園の打線見事でした。